はい、どうも良平です。よろしくお願いいたします。はい、本日は昨日に引き続きラガーズのオープン戦の様子をお届けいたします。はい、そしていきなりね、2イニング連続で、ピチャクスノキ君が、先頭に被弾を浴びてしまいました。すごいボール球だったんですけど、ね、力で持ってかれましたね。はい、これで再び1点差となってしまいます。はい、お次のバッター3ボールとなって、これがねちょっと外れてしまいフォアボールとなります。いつもだったらね抜群のコントロールを持ってるスノキ君なんですが、この日はちょっと調子が悪かったと。はい、そしてここヒロトが前のね動画でもありましたが、この日もちょっとエラーをしてしまいます。さあピンチに、はい、そしてこの打球はふらふらっと上がった打球、おお、ナイスキャッチナイスキャッチ。さあワンアウト、ただここでまたまっすぐでフォアボールを出してしまいます。ここでねピッチャーサウスポーの斉藤さんにスイッチとなります。満塁の場面ですよ。さあね、満塁の場面で抑えることができるのか、まあね1点はまあしゃーないのかなとは思う場面ですが、なるべく最初失点で抑えてほしいところ。はい、そしてこの打球ボトボテッとショートが取ってファーストアウト。まあね、この間に1点は入ってしまいます。はい、そしてこれもショートに上がった打球、松井くんが後ろに下がってキャッチ。まあ、同点にはね、追いつかれてしまいましたが、斉藤さん、ナイスピッチ。さあ、勝ち越したいよ。先頭、松井が打った。これがセンターの頭を、はい、越えていきました。ワンバンで越えて、ツーベース。大当たりですよ、この日。2本目のツーベースです。ナイスバッティング。3出塁。いいっすね。さあ、山川。で、これが、こすって、ファーストファールフライ、ワンアウトとなります。はい、お次のバッターはクスノキくん。おお、止まりました。フォアボールです。ワンアウトランナー1、2塁となります。さあ、これがレフトへ上がった打球が、これが前に落ちる。はい、満塁になりましたよ。ワンアウトランナー満塁。さあ、ヒロト不調を抜け出すことができるのか、ただこれがピッチャーゴロとなってホームでアウト。なかなか不調抜け出せないですね、ヒロト。はい、お次のバッター大脇くん、これを上げてしまう。ピッチャーフライ、チャンス生かせず無得点となります。ちょっと流れ悪いですね。さあ、この流れを変えるべく、この回から翔平がマウンドへ上がります。ラガーズはね、今シーズン初登板です。意外ですよね。まあ、ショーヘイズとかでは投げてはいたんですけど、ラガーズっていう点では今シーズン初登板。どんなピッチング見せてもらえるのかな？はい。そう、去年のね、ゾゾマリン以来かな？ユニフォーム変わってからは初なんですよね。ピッチング。マウンド上がるの。ね。そういった点では楽しみでもあります。なんでね、バッテリー組むのも久々なんですよね。はい、頑張っていこうと思います。ね、ここで抑えればね、まだ次の回で勝ち越せば、まあ、あと1人守るだけですから、まあ、どっちにしようか。まあまあまあ、はい、そうですね、いいボールですね。アウトローにビタッと初球ストライク取ってきます。そしていいファス、オファー打っていく。まあね、これで追い込みましたからね、ファールは何でも大丈夫ですからね。どんだけ飛ばされようがファールは。はい、高めの威力あるまっすぐを詰まらせてサードフライ、先頭しっかりと抑えます。ナイスピッチ。はい、お次のバッター、はい、いいボールですね。ボールなんですけど、まあ、まとまってますかね。いいボールですよね。そしてこれショート松井が取ってファースト送球アウト。超高プレーですね。ナイスプレー。いいセットアウトですよ。守備も味方してますよ。はい、バットも思いっきり振ってきますね。ワンストライク。やっぱね、緩急使えるのがでかいですよね。そして速いインコースのツーシーム、相当動いてるんですよこれ。取るのも結構大変でしたね。はい、これもちょっと高いバウンドだが、ファーストはどうだ、アウト。打たせて取る投球で三者凡退。いい流れです。ナイスピッチ。さあ、ここでね、なんとか点が欲しいラガーズ。先頭岡崎さんはこれはサードゴロとなってしまいます。
ワンアウト。さあ、良平、もう一本打つことができるのか。これがコツンと当てた当たりがうまくいいとこ抜けてきましたね。はい、なんでヒットになったかわかんない当たりですが、ヒットはヒットです。はい、これでランナー一塁。この場面で良平がスタートを切っている。はい、盗塁成功。チャンスですよ、斉藤さん。あとは任せましたよ。ここでね、大学先輩後輩のコンビが発動されるのか。打った、この当たりがセンターへ抜けていく。さあ、良平ダッシュ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 。翔平思いっきり回す。そしてよいしょ、ホームイン、勝ち越しタイムリー。ナイスバッティング。これでね、ちょっとはね、不調抜け出せたんじゃないでしょうか。終盤に貴重なタイムリーです。ナイスバッティング。さあ、翔平続くことができるのか。おっとおっと、危ない、大転倒です。まあね、でも避けれてますからね、当たらなくてよかったです。いや、反射神経いいですね。はいはいはい、まあピッチですからね、なるべく当たらないで欲しいところだが、ガツンと当たってしまいます。これエルボーかな。まあエルボーでも当たったら痛いですからね、笑ってますけどね、本人は。ナイスガッツです。さあ、チャンスで本日大当たりの松井、ここで、はい、走っていく。翔平さんもね、進塁してランナー2、3塁。はい、ここでフォアボール、松井全出塁です。さあ、満塁で4番の谷中、これをうまいバッティング、うまいバッティングでセンター前へ。そして翔平さんも帰ってくる。大きな追加点となる2点タイムリー。ナイスバッティング。さあ、楠木君、これがピッチャーゴロとなり、ただ送球がそれる。その間に二塁ランナーは悠々とホームイン。バッターランナーの楠野くんも二塁へ。乱れの間にさらに追加点です。ナイス走塁ですね。さあ、碇くん、これが落ちるか落ちるか落ちるか、でこれはレフトフライとなってしまい、ツーアウト。さあね、今日チャンスでめちゃくちゃ回ってくるヒロト、ただこれがサードナイスプレー。おーおー、でもアウトはですね、まあ、ヒロトちょっと不調心配ですが、チームはこの回大量得点です。もちろん最終回のマウンドにも翔平が上がります、ね、さっきの回のようなピッチングでパパッと打たせて取って、まあ、三振でももちろん大丈夫ですが、抑えてほしいところ。インコースも使ってきますよ。そしていいパス、はい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 、まあボールですけどね、いいパスも使って、はい、そしてこのボールですよね、インコースツーシーム、そしてカーブかな、うん、まあ、スリーボールとなってしまいましたが、そのお次の球はね、ストライク取りました。フルカウント、はい、アウトロー、ビタビタでジャストルッキー、見逃し三振、ナイスピッチです。はい、またもね、ちょっとスリーボールになってしまったんですが、ここで、まあ、カウントを整えていきます。ストライクを取って、お次の球、これがフラフラっと上がった打球、はい、ショートナイスキャッチ、ツーアウトです。今日ああいうフライショートに飛ぶの多いですよね。そして最終回ツーアウトで視聴者さんとの対決です。モンタナさんにね、よく来ていただいてるみたいで、はい、知っててくれてました。ここでね、ちょっと翔平もギア上げてますよね。そしてこの打球、セカンドダッシュ前出てきてグラブトスも、これでね、気迫ヘッドで内野安打を許してしまいます。いやー、気持ちいいですね、気持ちいいプレーですね。そしてここでランナーがスタート、セカンドで投げるタイミングはアウトだが、タッチが甘くね、これちょっと松井に言われましたね、松井くんに、タッチめちゃくちゃ甘かったっすって。まあまあまあ、点差があるんで全然大丈夫ですね。はいはいはい、そしてここで変化球がボール、ワンボールワンストライクとなって、はい、外にまっすぐかな、ツーシームかな、ちょっと外れてボールですね。さあ、お次の球、はい、外のボールをね、ファールにしてストライクを奪います。さあ、追い込みました。最後はなんだ、ちょっと長く持って、
ちょっとね低かったらね、低かったら良かったですね。わずかに外れた、わずかに外れてフォアボール。最終回でね、ツーアウトながらもランナー1、2塁のピンチとなってしまいます。さあここで切りたいですね、ここで切れたら最高です。はい、ちょっとね力入ったかな、外に外れてボール。はい、ストライク。さあワンボールワンストライクですよ。どんな投球、どんなピッチングか。これが詰まらせてサードゴロ、楠木くんがゆっくりとさばいてファーストアウト。最後はね、楠木くんしっかり取りました。試合終了です。ナイスガイさん、ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。翔平 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。